三霞町は山梨県にあった町である。2005年10月1日、隣接する市川大門町及び六号町と対等合併して市川三里町となった。県南部、郡北部に位置。北西部は笛吹川砂岩の甲府盆地南端部にあたり、ソネ丘陵西部に属し足川線上地が広がる。南部は三坂山地西部の山間部で、 中央を整流する足川渓谷沿いに集落が点在する。町域北西部のソネ丘陵は大型古墳が分布する地域であり、三玉町域にも縄文時代からの高校遺跡が数多く分布する。ソネ丘陵では甲府市南部にある四世紀代の海長静香古墳を中心に数多くの古墳が分布しているが、町域には5世紀以降にソネ丘陵から 甲府盆地各地へ拡散した古墳が分布し、5世紀のホタテ貝形古墳である大塚古墳や、同じく5世紀末で赤からス元年の記念名教が出土して注目されている鳥居、原吉根塚古墳などがある。これら古墳は大塚古墳群と総称されている。律令成果では、八代軍から駒軍へ編入されたと考えられている市川語があり、 町域は旧市川大門町域と共に10世紀に成立した市川僧に否定されている。甲府から河内地方を経由して、駿河国へ至る寸州王冠と、甲府から宇爆地塾を経て、富士裾の経由で駿河国へ至る中道王冠を結び、足川流域の九十一色郷に属した。九十一色郷には商業活動を行う。 地域物資団である九十一職州が居住し、武田氏から諸役免除の特権を得て、国境警備などに従事し、上野には武田一族の一城氏が館を構えた。東海旅客鉄道表門神社原木と言われる、上野の一の瀬区は表門神社の小粒がや、薬王寺のお初期委は、県指定天然記念物。ありがとうございます。